ウェルカムトゥ京都、ウェルカムトゥ夢八幡 TV。 本日は聖馬源氏発祥の宮六尊の神社さんに初詣に来ております。連元公ですね。聖馬源氏ですね。源氏物語の源の徹ではありません。要するに頼朝公や八幡太郎義家ですね。義経、みなこちらの流れです。こちらが三つ中港ですね。阿波の神山まで行ってなくなったようです。6月13日が御開帳です。空海作と言われておりますね。弁財天です。こちらが一応竹生島を形取っていてますかね。弁財天です。また一回竹生島行ってきますかね。琵琶湖です。宮司さんおれへんみたいですね。お孫さんがおりはるんで一回言うたりますかね。おりはるか言うて。同じ立命館大学出身ですんでうるさいです、私は。今年はもううるさいですね、もう。胸元持っただけで逮捕されましたからね。ぐちゃぐちゃ言うたら続きましたらなきまへんな。お、奥さんおりますか。あれじゃあもう。おめでとうございます。宮司さんおらっしゃいますか。宮司さん。宮司さんおられる。森久保です。おりはるみたいですね。うんうんうん。宮司さん、おめでとうございます。本年もよろしくお願いします。明日逮捕されてたやん。いや、態度悪いやん、コンビニのやつな。よう、突き落ててん、伏見で。で、ここ持ったんやん。それだけで逮捕だ。警察に腹立つで、伏見警察。どっかで無理やることを取ったんですか。なんで取るんや、ましはそんなんやるんやったらな、浮いたのがなんのもの。そりゃちっちゃいことはしてへんの知ってるでしょ、宮司さん。今ほんで不思議ですんでの願い状ありがとう。ああ、すみません。いや、住所が不思議になってる。城南宮ですやん、城南宮道。もう気に入ってんやけどね。人間が京都のやつ態度悪いでしょ、宮司さん。まあ腹立つほんまに。みんな一緒に食べせんと。いや、宮司さんはもう京都生まれでしょ。わしは堺生まれやからな。堺誰や私、うん、奥さん、お元気。まあ、今年80ちゃいますもん。よして、突然死ぬで。ありがとう。いや一瞬でおるやん、みんな。ワクチン打った。打ったよ、あかんね、打ったら。わし絶対打ってへんもん。それはまあ、次々にしよう。いやいやいや、まあ、またよろしくお願いします。よろしく。まあ、あんまり、忙しいでしょ。いやいや、まあ、待って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 、待
ご信じせなあかん。大原のロールでやりました。やったどこどこ、いや、まあ、それは中で。ああ、中でね、うん。まだ来ます、はい。ありがとうございます。どうも。ありがとうございます。宮司さんです。まあ、いろいろありませんね。親しいです。宮司さんは笛の名手なんですよね。笛の名手で立命館の理工学部を出てやるんですよね。わしは産業社会部学部でああばっかりですよ、あんなもん。それでな、お父さんがこちら来たのかな。ここの JR が通ってこちらの六村のさんの神社はだいぶ縮小されてた。そうで奥さんがそう言ってくれましたね。昔は大きかったんやで言って梅の小尻車庫ね、これここえらい人来た時はここ警察見に来るらしいですよ。だから安倍首相撃たれたのもなんかありますよ。あれやだからせよ、思いますよ、撃ったのは。舐めたことするからね。山上容疑者はもう、うまくできへんでしょ、上の人言うて。当たり前なんですよ。皇室をめちゃくちゃするしようとするからね、安倍は。日本が言うの最初ですからね。まあ、今年は好きなこと言いますよ、思ったことを。誕生水弁大臣、多田源氏ですから、ね、阿波神山まで行って亡くなったそうです。本日の散策はこれにて終わらせていただきます。ここもお不動産ありますんでね、3つあるんです。並木不動堂とで北門の不動産がありましてですね、それ場所物資だからええことないらしいんですよね。要するに、オリオンの水星の形にせないかんのです。お伊勢さんもみんな3つになってるはずです。それでは散策はこれで終わらせていただきます。どうもありがとうございました。